ビッグボス TV。こんにちは。本日はですね、発売以降大きな反響がある製品、MX5 ですね、ヘッドラッシュの MX5 を改めてですね、ご紹介させていただきたいと思います。前回に引き続き、In Music Japan より鈴木玲一さんにお越しいただいてます。鈴木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 In Music Japan マーケティングの鈴木と申します。よろしくお願いします。お願いします。実際どうですか、発売以降反響というのは。そうですね、もともとヘッドラッシュ、MX5 の前のシリーズから、かなりリアルな音色が出せて、好評であったっていう部分をずっと引き継いでたんですけども、ネックとしてはすごい重たいとか、ちょっと下半身に欠ける部分があって、なかなか持ち出しとかしづらいよねっていうお話だったんですけれども、この MX5でかなりその部分ですね、軽量化とコンパクト化を進めまして、これなら、手が届く、これなら持ち運びできるということで、かなり多くの皆様に手に取っていただけまして、結構市場の方でも品薄状態が続いてまして、国内外でたくさんご購入いただいている形になってますね。実際大橋さんにもご愛用いただいているんですけれども、何ヶ月か使われているかと思うんですけれども、使った感じどうですかね。まず今鈴木さんおっしゃったようにサイズ感がもう絶妙と言いますか、以前もお話しさせていただいたと思うんですけど、やっぱりフットスイッチがあるものなんで、極端に小さすぎても操作性がいまいちこうちょっと小さいなとかあったりするんですけど、それでいてこの大きすぎてもっていうね、持ち運びにうんぬんもあったりして、でもちょうどいいサイズで、フットスイッチがまず踏みやすいっていうのと、ペダルもすごく小さいんですけど、操作性が抜群で、僕も今日一番ちっちゃなボードに出てきたんですけど、それでこう手軽に持ち運びできるっていうのはすごくフレキシブルに動ける材料になると思った。はい、よかったです。最高です。実際この中身の方どうですかね、使って音色面ですとか、その揃ってるか揃ってないかとかいろいろあると思うんですけど、もう本当に幅広い音色が入ってるので、ただ自分後でご紹介させていただこうと思うんですけど、そのクリーンだったらこのアンプとか、クランチだったらこのアンプで、泉だったらこれっていうのが自分の中でこう決まってしまえば、割とこうそこからこう音色をちょっと詰めていく感じなので、すごく分かりやすかったです。ありがとうございます。実際にライブとかで使用される場合は、決め打ちでもうリグを作ってしまって、それ切り替えるような形でこういうのをされてる感じですかね。そうですね、リグを作って、何音色か作って、こう呼び出してっていう感じで、でもうこの3つで、こと足りるというか、もう全然足りますね。そうですか、はい、はい、ではですね、はい、大橋さんに普段のお気に入りのセッティングというか音色の方をですね、いくつか作ってきていただいたので、ぜひ、ご紹介いただければと思うので、よろしくお願いいたします。はい、で、まずはちょっとクリーンですかね。これが、コンプがちょっと入ったりとかして、リバーブも軽く入ってて、でこのフットスイッチで左からコーラスをすぐにこう呼び出せるように、はい、で真ん中にはディレイを、内側にもう一パターンですね、リバーブをアサインしてまして、でちょっとこういうこれ雰囲気ものを弾く時とかに
呼び出せるようにしてます。いいですね、はい、このちっちゃいのから出てるとは思えないような豪華な音が出て、本当にクリーンの素直なクリーンの音がとってもいいので、空間系をちょっとこう雰囲気いい感じに足してあげると、これだけで割とバリエーションがあって使えますね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の音色をいきます、はい、じゃあちょっとクランチいきますね。かなりジャキジャキ感があってですね、素敵なクランチだと思います、はい、でこれに、これは一番左右側にディレイですね。で真ん中にちょっとブーストの歪みを入れてます。これクランチのセッティングにしてるんですけど、はいはい、ちょっとリード弾きたい時とかこれで歪み足して、はい、うんうん、対応できるような、そうなんです、もう感じでセッティングされてるんですね、はいはい、チャンネルを分けずにここで顔うまく完結できるような感じ で、うんうんうん、でこっちはちょっとあれなんですけどオクターブを、おこんな感じでこういいで、ね、ユニゾンのリフとかですねなんか弾くときにオクターブを入れたりしてました。かっこいいですね。ちなみにアンプは、これはマーシャル系ですか。そうですね、マーシャル系です、うん、で、ダブルじゃなくてシングルで、そうですね、はいはいはい、わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ次の音色ですね。次はもう歪みですね、はい、はい、はい、うん、もうメインのバッキングというか歪み系の音です。バッチリの音ですね。でこっちはフェイザーですね。割とこうロングのコードバッキングのコードとかにこう踏むことが多くて、いいですね、大好きなサウンドです。で、こっちにディレイですね。まあ、さっきのディレイともちょっと違ったようなディレイで、これステレオでこうパン振ってあるディレイにします、はい、でこれ歪みもうちょっと欲しいなって時に、いいですね、はい、こんな感じで三音色のよく使っている三音色といいますか、はい、はい、ありがとうございます、はい、ちっちゃいエフェクターでこんだけいろんな音色ができて、で今回ですね、ファームウェアがさらにアップデートしまして、はい、エフェクトが4種類と、あとはアンプヘッドが1種類、追加されましたので、さらに、はい、幅広い音色作りが可能となりましたので、ちょっとそっちの方も、大橋さんと一緒に見ていきたいなと思います、はい、ヘッドラッシュ今回 2.4 ということでファームウェアアップデートいたしました。で、アンプヘッド1個、エンゲルのパワーボール2の、シミュレーションが追加されました。で、一応1種類っていうふうには言ってるんですけれども、チャンネルごとに1種類ずつ追加してるので4種類ですね。クリーン、クランチ、ハイリード、ローリードっていう形で、4種類追加されてます。で、これに加えて、エフェクトペダルの方ですね。歪み系が、4種類ですね。で、ギター向けの歪みが3種類と、ベース向けの歪みが1種類ということで、合計4種類
追加されてます。定番のものから、最近流行りのものまで、ヘッドラッシュのフォーラムの方で、これを追加してっていう風にリクエストが多かったものをですね追加させていただきました。はい、じゃあですね、はい、まずアンプから弾いてみてもらった方がいいですかね。そうですね。じゃあ、よいしょ。4パターンというか、そうですね、4パターンですね。まずは、はい、EPB2 クリーンということで、クリーンの音色ですね。はい。はい、すごい、アンプって感じですね。タッチ感とかが。弱にしっかりこう対応してくれるというか。そうですね、他の、アンプモデリングの、特徴というか、ヘッドラッシュとしての特徴ですけれども、きちんとあのピッキングのニュアンスとかに、うん、あの反応してくれるようにこの新しいアンプもモデリングされているので、気持ちよく演奏できるものになっています。じゃあ次のチャンネル行ってみましょう、はい、次はクランチですね、うん、はい、気持ちいいですね。クランチというか、まあいい感じに歪みますね。もうそうですね、うん、これででも原因が 50% だから、そうですね、ちょっと原因をこう、あ、素敵です。これはめっちゃいいで、きちんと、ミッドからトレブルもローも、うんうん、全部、ここで操作ができるようになってますので、うん、音作りも今鈴木さん回していただいたんですけど、その原因をやっぱ上げていくと下がこうズン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 してくるから、ね、あのベースをちょっとずつ削っていくのもすごくこう弾いてて気持ちがいいと言いますか。そうですね、うん、アンサンブルにとっても溶け込む感じだと思います。はい、はい、で一応ここにボトムっていうボタンがあったりして、逆にローを出してあげたりとかっていうのもできるので、うんうん、結構ですね、あのいろんなジャンルに対応できるのではないかなと思います。はい、じゃあ次のチャンネル行ってみましょう、はい、ローリードですね。はい、すごいですね、ボトムスイッチ。そうですね、ボトムスイッチ入れると結構バイト感がかなり、うん、あの強調されるので、ギターのリフ自体にかなりパンチが出ていいんじゃないかなと思います。ズンズン来る感じが、はい、なんかあれですね、真空管がちょっとこう変わったみたいな感じがしました。そうですね、クランチと比べて、はい、次がハイリードですね、はい、はい、あ、これもなんかまたちょっと違う感じの歪みというか。そうですね、アンプは一緒なんだけど、ジャキジャキ感がもうちょっと出たような、うん、ズンズンって、さっきのローリードの場合はちょっとズンズン感があったと思うんですけれども、うんうんうん、こっちはもうちょっとハイ寄りになってるような音作りなんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね、あのパワーボール磁気持ってる方ね、比較していただいて、どれだけ近いかとかやってみるのも面白いかなとは思うんですけれども、じゃあ、エフェクトの方ですね、ちょっとやっていこうかなと思います、はい、でちょっとクリーンでやっていこうかなと。じゃあ最初ですね、オクトファズ、こちらですね、オクターバー付きのファズなんですけれども、JHOC1 オクタビアのモデリングになっております、はい、はい。じゃあ弾いてみます。はい、はい、お願いします。
か1台ですよね今エフェクト。そうです、ね、1台です。そのすごいですね、可変の幅といいますか。そうですね、うん、で、バイオンのオクターブの感じも、うん、あのかなり、強調されるようなファズなので、うん、ちょっと飛び道具的にも使えるかなと思うので、うん、なんか低音のリフがすごく気持ちいい感じで。そうですね、はい、はい、次が、D250 ドライブっていうものですね。でこちらの方は、DOD、うん、オーバードライブプリアンプ250のモデリングです、うんうん、じゃあこれデフォルトです。はい、今まだ原因低いですよね。そうです ね、今デフォルトで、うん、例えば、まあ、上からいきますか、ブルージーですね、はい、ブーストコナー、うん、でどんどん激しくなって、うん、時代でもどんどん音色、これで今原因が100、ね、そうですね、フルドライブなので、うん、で、ヘビーで、うん、はい、でこれがもう、テンってやつですね。美味しいところなのかなっていう感じがしますね。これだからいろんなアンプとの組み合わせで、そうですね、なんか化けそうな、はい、あの歪みだと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次ですね、ギター部門はこれ最後です。 S1 ドライブですね。これはもう定番中の定番なのではないかなと思うんですけれども、ボス SD1 の、うん、モデリングになります。はい、はい、じゃあお願いします。近いですね。近いですか。なんだろう、このミッドの感じの出方が、はい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 、あ、すごい近いと思いました。でこれがブーストっぽい感じの設定、はい、これもやっぱアンプとね組み合わせるのが楽しい感じですね、きっと。でまあ例えば、ね、フルドライブとかに入ると、うん、すごくサステインがあって粘りっこい感じのサウンドです、はいはい、やっぱり定番っぽい機種なのでこういうのが一番メーカーからしたら怖いというかそういうところはあるんですけれどもまあこういったファンキーみたいな音も入ってたりとかするので、まあ、ちょっとこうクランチ、そうです、一応ギターのエフェクトっていうのはこの3つが追加されました。で、はい、最後の1つ、まあちょっと今日ベースではないのですが、一応ですね、まあヘッドラッシュ、ギターエフェクターというよりかは、まあマルチエフェクターなのでベースにも使えますよということで、ベースのエフェクトとかも入ってるんですけれども、今回ですね、ベーシストなら、欲しいって言われているようなエフェクトとしてですね、うん、はい、B-Dist 7000っていうので、これはダークグラスっていうですね、ブティック系の言いますね、B7K V2 ベースプリっていうのを、収録しました、はい、で、まあ、ベース用ではあるんですけれどももちろんギターでも使えるので、そこはクリエイティビティを発揮していただいていろいろ弾いてもらえればいいのかなと思うんですけれども、こんな感じでアグレッシブだったりこんな感じで入ってますので、ちょっと試しに弾いてみますか。やってみましょうか、ね、アグレッシブだと、おお、なんだろう、スラップとかで使うのかな。これでドライブ落とすとどんな感じですか。これね、ドライブを、落とすと、
なんか多分そういう使い方な気がします、ね、はいはいはい、はい、だからまあギターでも使いようによっては使えそうな音色が出せるっていうことで、うんうんうん、ぜひね使ってみてください。はい、っていうところで、今回ですね、アンプが、1種類と、エフェクトが4種類追加されましたので、ぜひね店頭の方でも展示してるお店、たくさんあります。もちろんビッグポスターでも、展示されてますので、お近くに寄った際にはぜひお試しいただいて、ご購入いただければと思いますので、はい、持ってる方はぜひアップデートしてほしいです、ね、そうですね、つなぐと僕もすごいちょっと疎いんですけどつなぐと簡単にできたので、はい、持ってる方はぜひやっていただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。